いやー、春だー、綺麗な桜、青い空、幸せな大人散歩のスタートです。さあ今回はですね、大人体験をテーマに楽しくお散歩していきたいと思います。いやー、こんな桜が見られるなんて最高なスタートになりそうです。今日は3月20日なんですけれども、これね、放送の時は27日ということで、まだ、ね、こんなに今桜咲いてるなーっていう感じしますけど、まだでも6分咲きぐらいかな。だからあと1週間ぐらい、だからちょうど今皆さん見てる頃はちょうど満開ぐらいになってるかもしれませんね。多分綺麗に咲いてると思います。いやー、嬉しいな、こんなに綺麗な桜見られて。さきこさん、皆さんからのメッセージです。あ、来ました。神奈川県高橋昭弘さん、ありがとうございます。以前30歳になったらお酒が飲めるようになりたいと言っていましたが、どうですか、ハイボールは飲めますか。普通20歳からね、お酒ね、飲めるようになりたいっていうものですけどね、ちょっと私お酒がそんなに強くなくって、でも憧れるんですよ。なんかこう、なんだろうな、みんなでこうご飯行った時とかに、あ、ちょっと生くださいとか、あー、ちょハイボール飲もうかなみたいな憧れるんですけど、あんまりお酒が強くなくって、本当に普段からね、お水かお茶ばっか飲んで生活しているので、うん、ハイボールはね、もうちょっと頑張りたい。35歳になったらハイボールいけそう。でもさ、こんなにいいお天気でさ、今年はちょっともうお花見とかもできるようにね、場所によってはなってきたじゃないですか。だから外で梅酒とかをね、飲んでみたいですね。これちょっと今年の目標にしようかな、うん、ちょっと大人もね、大人なのでお酒もたしなめる大人になりたいと思います。いや、なんか静かですね。住宅街ですけれども、これなんだろう、アートクレイシルバー工房。こんな住宅街の中にお店ありますね。ちょっと気になるので入ってみましょうか。オープン。こんにちは。なんかシルバーアクセサリーが、はい、そうなんです、ね、いっぱいありますね。ちょっといろいろお話を伺ってもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。お邪魔します、はい、アートクレイシルバー工房ということですけれども、はい、どういったお店なんですか。ですね、銀粘土、アートクレイシルバーという銀粘土で、まあ、粘土細工のようにして作っていくシルバーアクセサリーの教室になってます。なので成形が彫金とかみたいに地金を加工するのではないので、まあ、お子さんでも粘土細工のようにして作っていただけるという手軽な材料になります。お店の名前がティグレ。そうなんですよ、ティグレって虎っていうことなんですけれども、何語ですか。一応フランス語とかイタリア語でティグレっていうらしいんですけど、阪神タイガースのファンなのでだからそれで、はい、それで虎って、ね、タイガーっていうとちょっとあまりにもストレートなのでちょっと可愛く言った感じにつけたのが由来。同じ猫科でも、そうですね、セーブライオンズじゃなく、はい、鳥の虎の方で、まあ、埼玉だとね、セーブライオンズなんですけど、ね、はい、そうなんですね、はい、でもお店こう見回してみても、なんか猫のグッズが、そうですね、私、うちはですね、ちょっと猫が多くて猫飼いなんですけど、そうなんですか、はい、家の方に4匹と、あと外に1匹いるんですね。で、まあ、皆さんああいうのでいただいたものとかなんですけど、かわいい皆さんね、いただくものが猫もの、私が猫好きということで猫のものが多いかなという感じです。
もう阪神ファンということですけれども、はい、じゃ出身は関西、大阪生まれなんです。大阪生まれなんですけど、育ったのは埼玉なので、はい、それでずっと埼玉なんですけど、中学校は大里中で、ダイヤモンドゆかいさんの1個下になります。なので多分被ってると思うんですけど。そうですよね、1個下だったら、はい、1個下なので。ちなみに当時のゆかいさんの印象ってございます？直接はちょ当時はあまり覚えてないんですけれども、うん、なんかでもイケメンだったっていうのは聞いてます。あら、はい、スタジオでゆかいさん見てましたら。あ、そうですか。もうお会いしてたかもしれないので。ねえ、うん、イケメンだったって。イケメンだったと聞いてます。今もね素敵ですけど ねえご縁ですね。ご縁ですかね。一個先輩で、田所先輩かな。田所先輩、田所先輩、1年しか違わないのでどっかで ねお会いしてたかもしれないかな。絶対かぶってますもんね。あると思います。あら、素敵なエピソードも、ね、ありがとうございます。こちらたくさんもシルバーアクセサリーありますけれども、はい、こちら横田さんの、はい、これは私の作品になります。全部ですか？全部です。でなのでこういうリングから、そうですね、リングからペンダントとかブローチとか、あと天然石を入れたりとか、ガラスをあの入れたりとかですね。虎ありました。虎ね、あ、そうですね、これは自分で、ね、掘って作ってます。こちらで体験もできるということで、はい、ちょっと私も体験させてもらってもいいですか？はい、わかりました。やったー。よろしくお願いします。お願いします。